生春巻き。ほら。おお。いらっしゃいませ。テーザー食堂店長のまゆこです。従業員の夏です。この前さ、中山のトレランの練習に大峰山店行ったでしょ。はい。その時にさ、登って降りて、もう一回ちゃんと登って、うん、心が折れたじゃん、しっかり。うん。きつかったね。そう。だから今日は天王山で。そう。天王山を登って、うん、降りて、うん、登ってしようかな思って。なんというなんかこう店長らしからぬこのストイックなプラン。提案でしょ。プランニング。ちょっとストイックに行こうか思って。登って降りてか、はい、登って食べてか、うん、ちょっと分かんないけど、はい、食べます。はい。宮を進むやん。はいはい。では天王山店。行きましょう。かわいい。ここからね。そうだね。作戦としてはもういつも通りで、ちょっとでも上りやったら歩いて、ちょっとでも平らで下りやったら走る。わかりました。夏的経験則的には。半分になれる。男子の順位は、うん、だいたい100人おったら50位ぐらいには入るようになっとる、うん、なるほど、うん、めっちゃ幻想的になっとる。なんか京都感ない？ある。道島と地方山ある。うん。ヒットでもでしょ。ヒットでもあれ来た。あれしてますよ。お、こっちかな。もうここ早っ。今42分。え、だって30分しか経ってない。本当だ。こっち。お、あ、なるほど。やっと体が起きた。うん。お、もう一回タッチ。定山食堂実店舗が候補がね。いいよね。お、いいな。めっちゃいいよね。うん、基礎工事からやらなきゃ気がする。そうやな。見て、うどん伸ばせよ、乗ろうか。これなんやろ。あ、明智くんが。今日の明智くん。今日は明智くんの瞳孔開いてる。だいぶもう顔色悪いね。ああ、もう一回見に来よう。よし、明智くんまた来るわ。長い。お疲れ様でした。バナナ味。おお、どうでしょうか。白くない、透明。美味しい。あ、そう。私これと、うん、足でエキスで決まりや。あ、いいね。もう完全にこれ。いいね。グレープよりうまい。うまいよね。うん、俺でもね、ビングレの方が好きか。え、本当？うん。若干さっぱり感が欲しいな。あ、さっぱり感はないね。よし、行きます。あー、顔色悪いわ。もう負けそう、負けそう。平ら、平ら、平ら、平ら。あ、ついに光秀がこの農民たちに刺されるわけやね。明智くん頑張るわ。天王山山頂。標高540m。そうやろ。そうやな、そうやな。山頂です。はい。あ、やっぱ私登りが激弱。
よし、じゃあ食べましょう。はい、今日は、はい、日なし調理屋とハンバーガーと麺ばっかりになっちゃったらちょっといいのないかなと思って生春巻き。なるほど、いいでしょ、うん、旅行とかに行ってさ、うん、もう夜中に車かなんかでついてさ、うん、もう腹減ってしゃあないって思ってさ、コンビニ入ったらさ、うん、おにぎりとか全部売り切れとってさ、うん、それだけ残ってるってよくあるよ。あるな。もうないからさ、買ったはいいけどお腹いっぱいになれへん。そうそうですです。それでさ、これな、うんうん、これとこのタレ、おなじみのやつやな。そうそう、と春雨が入ってたの、生春巻きセット500円。ああ安いでしょ、うん、材料はとなんとなく歯ごたえ的にしめじ、えのき、えのき、もうね、もう頭悪い。レタス、スモークサーモン、ほぼカニ、うん、美味しそう。いいでしょ、うん、春雨とえのきは、うん、ナンプラーにつけてきました、うん、はい、作るか、はい、食べたいね、はい、作りましょう、うん、生春巻き、巻き巻きしなきゃいけないじゃん。はい、で、そこにビニールシートを広げます。お皿とかさ、板持ってきたらこの大きいの持ってくんの無理じゃん。そうやな、うん、これでこうします。ほら、よくない？うんね、いいかも、これいい考えだよね。うん、あ、プラスチックの香りする。ほんまや、結構いっぱい入ってる、ほら、うん、10枚ぐらい入ってんのかな、うん。小学校の先生こうやってたよね。やってた、ザラバンジそうやってた。なあ、ぬるま湯にくぐらせて戻すんだって、うん、くぐらせる。そう、あ、これ熱湯入れてきた。ああ、なるほど。こういうしてここに置いとくってことかな、っていうことかな。くぐらせる、くぐらせ、あ、割れた。こっちの持った方もぬるっとしてけど、うん、これでいいのかな。いける気がせん。すごくない？ほら。おー、なるほど。いいね、楽しいね。うん。こんな感じで。こういう感じだな。包むから。春雨。うん、あ、なんかぽいね。か、うん。カニです。ね、いいね。新しくない？なるほど。なるほど。なるほど、先に葉っぱだけこうして外側にピンクが来るってことか、うん、こういうことでしょ、こうでしょ、こうでしょ、ほら、あ、なるほど、ああ、なるほどね。で、こうしてこう、あ、ほら、おーっぽいね。こうやって、こうやって、こうやして、うん、で、一回こうして、こうして、うん、こうして、はい、こうでしょ、ほら、おお、それっぽい。なるほど、これもやってみる。やってみよう。うん、パックみたいな。そうだね、パックみたい。やっぱこの調理台いるね。いるな、うん、よかった、ありきって。こうか、そうそうそう、先にそれをピッとしてから、サーモソを置いて、ほぼカニを置いて、あ、そうそうそう、ね、あ、ぽい、うん、OK、 食べる、食べましょう。低山食堂金星生春巻きの完成。おー、なんか綺麗な綺麗な、うん、こんな爽やかな感じないよね。今までないよね。いただきます。はい、もう爽やか、美味しい、うん、もう10年ぐらい低山食でやってるやん、うん、山で食べる味じゃない、この生野菜とかないじゃん、旅行先のコンビニのやつ、うん、ね、うん、ちょっと違う、あ、そう、うん、ほら、もう美味しいよ、あ、そう、マジで、なんかいっぱいやった後の一品でやったら、うん、この人できるって感じ、あ、そう、うん、どうぞ食したまえ。あ、おしゃれな味するし、うまいな、うまいよな、うん、ちょっとさ、コンビニのと違うよね、うん、
くっつかないようにナンプラーでさ、いろいろしてきたのも良かったのかな、うん、あ、これはいい、ね、よし、じゃあ作りながら食べますか、はい、ういこれ家でやってもいいね、そうやな、うん、でもな、うん、やっぱりそうなると、うん、真実カニで食べたいな、そうだね、真実カニでそうやな、うん、凍らせたゼリー、あ、シャリシャリ言うてる、うめうめえな、冷った、うん、走った直後に食べたかったな、いや、そうやな、ほんまそうやな、うん、リキュー生春巻きが秀逸だったぞよ、行きましょう様そんなことより行きましょう、なんかちゃうな、うん、いいか、美味しかったやろ、うん、美味しかった、美味しかったねよし、じゃあ下山します、はい、タッチ、はい、なんなんその下りのその元気さ、ああやっぱ俺下りきついな、あ、ほんと、うん、逆やな、二人で逆やね、あ、お疲れ、お疲れしょー、ほーらよプロテイ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 ほーらよ、乾杯、はい、乾杯あ、結構牛乳やな朝7時に出る予定が起きたら8時半だったそうやな、そんなだらしない大人いるなかなかいない、なかなかおれへん、こういう生活をしてる人で、うん、そんなだらしない人なかなかおれへん、いないな貴重な存在やだから、うん、私だな、そやな、うん、そんな人でもトレーラー大会出ていいよっていうこと、そういうことですよ、でも楽しもうって思ったらちょっとやらなあかんな、そうやな、今日も最後までご視聴くださりありがとうございました、ありがとうございました、またのご来店をお待ちしております、それではまた次回チャンネル登録と高評価ボタン、それからコメントなんかで、盛り上がっていただきますと非常に、動画制作の励みになりますので、はい、ぜひよろしくお願いします、お願いします、俺もやってみる、やってみよういや僕も悪いと思ってたんですけど、ついついお金欲しさにやってしまったんですよねなんでセリフスラスラ出てくるやりましょう